皆さんこんにちは。 COP24 ポーランドカトビチェの会場から小西雅子です。 COP24 2週目に入りました。1週目の終わりにはこれまで3年間続けられてきましたパリ協定のルール作り、なんとか草案作りに成功しまして、この2週目に挙げることができました。ただ草案なんとか形作られたとは言っても、まだ昔から続く先進国や途上国の難しい問題は選択肢で残っていたり、括弧書きで残ったりしています。今2週目に入って各国から大臣たちが続々と入ってきました。もうますますこの会場は人で溢れています。その大臣級会合でこれらの難しい問題になんとか妥協点を見出して、そして2020年からのパリ協定をスタートできるようにルール作りに合意できるかどうかが、この2週目の勝負です。